突破口を開いたのはヤクルト。背番号4、前半戦はベンチを温めていた栗山のバットからヒットが飛び出し、8回にようやく太陽先発ガイモンを捉え始めます。とにかくもう130試合試合出てですね、いつでも公式戦のある時にはグラウンドの中を飛び回れるように、ただそれだけを考えて一生懸命やりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。幼い頃から頑張り屋だった栗山選手は、小学校から高等学校までの教員資格を持っています。高校卒業する時にはですね、自分が野球はもうダメだというふうに思ったもんですから、学校の先生になろうと思って大学進んだんですよね。現在 4LDK の一戸建てに一人で住んでいます。オフには多忙な中、夢を追いかけてというタイトルで本を執筆しました。今までいろいろお世話になった方がたくさんいますし、やはり野球やってて一番の財産というのは、そういういろんな人に会えたことだと思ってるんで、そういった意味で自分ではお礼がしたいということで本にしてもらったような形なんですけど、このぬいぐるみはファンからのプレゼント。結婚するまで全部大切に飾っておくそうです。そうですね、それは綺麗に越したことはないかもしれないんですけど、それよりも元気でいつも明るい子がいいなというふうに思ってますけど。栗山選手の趣味の一つはパソコン。対戦相手のピッチャーの投球パターンを分析してバッティングに役立てています。投げてきたんですからね、ですから心配ないと思いますけどね、さあ第2球なんか足が宙に浮いた感じでね、すごくまた勝利投手とは別な、なんかそんな感じがありました。ワンボール、次が3球目、カーブだ、ショートゴロだ、石見が出る、ワンハンドキャッチ、一塁へランニングスロー、アウト。
久保が打った、久保が打った、高く上がった、ライト下がる、下がる、入るか、入るか、久保を決めるやつ、生涯初のホームラン、なんと200勝を決める、その一発は自らのバットで決めました。ものすごいツーランホームラン、東京ドームは総立ち。ツーストライクを追い込まれるまでしませんから、それまでイランプのモーションを使わせてから盗めるかどうか、はい、だから単独スチールがあるかどうか盗めたらいきますけどね。川崎は第2戦で投げたイランプから盗塁を1つ決めています、ここは佐藤切らない、右方向、これは井口らしい打球だ、伸びていく、伸びていって、スタンドインのホームラン、王監督左手の拳を握りしめました。100打点カルテット、やはり福岡ドームに帰ってきて本領発揮、2点先制です。井口のツーランホームラン、2球目打ちました、右中間へ打球が伸びる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 、どうだ、井口が高ファンの大きく目を乗せて宇宙間へ持っていきました、ツーランホームラン、4対0、いやー伸びました、伸びました。To Molina, swinging a bouncing ball over the head of Jenks. Gucci gets it, falls down, throws on a run. Oh my God! He hit the deck and still threw Molina out.
ない承知もしないし、もう素直な素晴らしいボールです。駒田も長い間ファーストやってるけども、やっぱりあんな素晴らしいボールを投げる三遊間というのはちょっとないですねと絶賛しておりました。ちょっと詰まり気味か、レフトしかし追っていって諦めるんでしょうか、フェンスにへばりついた、入った、ホームラン、中島の先制ツーランホームランが出ました。2回の裏、まだ流れは西武ライオンズです。一戦二戦の横浜でのあの強いベイスターズとは裏腹に、ライオンズ球場西武ドームに戻ってきてからは西武のペースでゲームが進みます。今中島ホームイン、2対0ライオンズ2点先制です。童顔を心ばせる東尾修監督、この中島起用が大成功、昨日今日石井勤を外すのは本当に度胸がいったと思うんですが、この伊藤勤が中島を迎えています。衣笠さんがおっしゃるように第一戦でのこのデータを見事に生かしているというお話がありましたが、そうですね、ただ今ね野村投手がどうしてここまでインサイドのストレートにこだわったかちょっと理解できなかったですね。ボール気味の球をおそらく振らす予定だったんでしょうね。粘ってツースリー、第8球を投げた三遊間です。河合の飛び込んだ、メダルから6枚ヒット、8回のライオンズ、ツーアウトランナーが1塁、しぶとくしぶとく辻が打ちました。ノーヒット、ワンストライクノーボール、投球これから2球目、2球打ちました、セーフ、ショートの右だ、8球からボールは転がった、辻は2塁を蹴って3塁へ、ボールはクロバティンを取る、ボールはあっと辻が3塁を回った、ボールはショートを蹴りました、バックアウト、ホームイン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 、コースホームイン、辻次高走塁、1点を取りました、思われたものがまた1点が入りました、機動力をいかんなく発揮したペナントレースの西武ライオンズ、日本シリーズ大事なところで、大事なところで辻が、清原が泣いてます。どうしたんですか、何があったんでしょうか、感激のあまりでしょうか、清原が泣いています。オマーのハプニングがありました。4年目の辻が清原を励まします。清原が優勝目前、涙を流しています。センターへの打球は秋山勝ちました。西武ライオンズ2年連続日本一おめでとう。工藤投手のところに全選手が駆け寄っています。回転の球で行くのかどうか、大下さんね、これ薄いですからね、インサイドね、力むんですよ。力むとやはり一番コントロール乱しますから、アウトコースのショットは一番コントロールしやすいですね、ピッチャーがすれば。
ワンエンドワン右に持っていってライト前ワンバウンドになった。さあクロスはクロスはどうか。三塁コーチはみんなで手を回している、手を回している。ホームに戻ってきた、帰ってきました。1点追加。右に持っていく飯田は、飯田は本当にいる。これもいい当たりだ。左中間、ランナー1人ホームイン、そして1塁ランナー3塁へ。辻は1塁ストップ、2点目。してやったりの野村監督、ツーアウトからもう1点。ベテラン39歳辻、してやったり、低めのボールをすくい上げた感じなんですが、高いバウンドはセカンド辻、ベースを踏んで1塁へ。このボールはそれましたが、セカンドはフォースアウトです。ちょっとこのところ新庄のバットが岡崎さん振れてないんですね。でもうあの今日も行くぞとかね、それからどうなんね、どうなんどうなんどうなん。打ちました、高いマンダーセカンドゴロ、セカンドが辻です。取った、一塁へ送球、アウト、スリーアウトです。静かな立ち上がりを迎えています。阪神は今シーズン最多となりました、そういうこと関係なく、とにかくチームの勝利に貢献していきたいです。でも点は取られていませんでした。もう1イニングというようなことは考えませんでしたか。そうですね、前は行けましたけど、楽しみは後に取っておきます。絶対勝つっていう気持ちをね持って投げました。また後半戦ここで始まります。応援をよろしくお願いします。
ってみた結果はいかがでしょうか。まあ、ちょっとだらしなかったですけど、まあ、何歳だっけな、35歳なりに、はい、しっかり投げました。ペロも散歩デビューしました。まだまだ歩きませんが、応援よろしくお願いします。